2025年の大阪万博開催に向け、誘致委員会のトップに経団連の榊原会長が就任することが固まりました。日本万博大阪開催の、誘致委員会、のトップにですね、ぜひ榊原経団連会長にですねご就任をいただきたく、まあ、大変重い責任のある大役でございますけれども、まあ、通信でお受けしたいと思います。2025年の国際博覧会、いわゆる万博の開催地としては大阪府が立候補を検討しているほか、フランスのパリがすでに立候補を表明しています。誘致成功のためにはオールジャパンで取り組む必要があるとして、大阪府の松井府知事や世耕経済産業大臣らが7日、経団連の榊原会長に対し誘致委員会会長への就任を要請しました。政府としても2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催後の景気の冷え込みを懸念し、大阪万博を後押しする考えで、5月までに立候補を閣議で了解する方針です。経済界にとっては資金集めが最大の課題となります。